マリアはどうしてこんなにハロウィンが好きなんだろうな。日本人には一つ馴染みにくいイベントだと思ってたんだが。仮装行列で練り歩く子供のお祭りだからじゃねえのか。普段と違う格好をしてはしゃぎ合うってのは楽しいぜ。多分僕はもう少しディープな理由によるものだと思うな。何しろ魔女のマリアちゃんだからね。そういや、飛行場でもマリアは仮装するなら魔女になりたいって言っていたっけ。マリアって魔女が好きなんだ。ええ、大好きよ。困ったくらいに。まあまあ、あのくらいの年頃はファンタジックな存在に憧れるもんですから。せめてテレビアニメのヒロインに憧れるくらいなら可愛いんだけど。魔女好きだとハロウィンも好きになるって論法なのか。わかんなきゃ本人に聞けばいいか。おいマリア、ハロウィンと魔女って何か関係あるのか。ケルト人は一年間を通じてその勢いを変える太陽は一年を通して生まれ育ち老いて死んでそして再び蘇ると考えていたの。納得だな。春のか弱いポカポカした太陽がどんどん成長して暑いくらいになり次第に痩せ衰えていく様をなるほど太陽の一生と考えるのもうなずけるぜ。うん、だから彼らは10月の最後に太陽は死に、死の国で体を休めて、冬至の日に再び蘇ると考えたの。それで太陽が一年の生涯を終えて死ぬその日を大晦日、サビンと呼んでお祝いしたの。再び日照時間が長くなり出す冬至の日を太陽の復活の日とする考え方はとても面白いよね。古代の人々がいかに太陽を神聖視していたかがわかるエピソードだよ。なるほどな。ほんで、それが魔女とどう関係があるんだ？11月の狭間は生と死が最も近くなる。ケルト人たちはこの時期に生者の世界と死者やこの世ならざる者の世界が最も近づき、異界の住人たちがたくさん訪れると信じてたの。日本でいうお盆みたいなものだよ。その部分がお祭りになっていって仮装行列になってったんだな。マリアは本当に物知りだぜ。ほんまやな。わしもハロウィンに備えな言われがあるなんて知らんかったわ。しかしそれのどこにお菓子をくれなきゃいたずらしちゃうぞってのが出てくるんだ。
リック・オア・トリートは単なるお遊び。本来のケルト人たちの儀式とは何の関係もない。それは後にキリスト教の習慣が混合してできたものなの。でもマリアは本来のハロウィンの姿とはそうあるべきだと思うの。つまりハロウィンってのは収穫祭の意味も少しはあったわけか。なるほどな。言われてみりゃ10月ってのは季節的にもいろいろ節目って気がするぜ。日本の4月のちょうど反対側だもんな。なるほど、霧はいいかもしれねえな。うん。そしてね、魔女たちはね、その時期に魔女集会サバトを開いたの。魔女たちは豊かな恵みをもたらしてくれた精霊たちに感謝しねぎらったの。ハロウィンの仮装は向こうから来る客人たちの模倣、つまり彼らにお菓子を施すのは一年の収穫への感謝の気持ちがあってもいいわけだね。うん、ジョージお兄ちゃんの言う通り。つまりハロウィンはこの世とあの世の交流のある時期ってわけなんだな。それで、つまり魔女たちにとってはそういう世界の客人たちと交流できる大切な機会だったと、そう言いたいわけか。うん、バトラの言う通り。だからね、だからね、魔女たちや悪魔たちの力が最も活発で盛んになるのが10月なの。きっとベアトリーチェも来てくれる。そしてね、一緒にマシュマロお菓子食べてマリアも黄金鏡に連れてってもらうの。一緒に魔法のお歌を歌って、魔法の呪文を習って魔法陣の書き方を習うの。そしてね、ルーンの秘密を習って早く早くマリアを立派な魔女にしてもらうの。あらあら、それは素敵ね。子供は夢があるのが一番よ。ところでローザ、マリアちゃんは今年でいくつになったんだったかしら？マリア、もうそのお話は終わりにしなさい。気にしないでローザさん。女の子なら誰だって一度は思い描く夢じゃない。ありがとうございます。でももう、マリアはそういう年を卒業していますので。こら、やめなさいと言ってるでしょ。そいつはなんだかスケールのでかい話だな。ところでベアトリーチェって誰だっけ？なんだっけ？聞いた名前だな。もうよしなさいマリア。ありがとうねバトラ君、お話に付き合ってくれて。カノン君、お仕事があるんでしょ？もう行ってちょうだい。ゴーダさん、みんなとりあえず荷物を置きたがってると思うの。悪いんだけど、みんなをゲストハウスへ案内してくれるかしら？かしこまりました。それでは皆様、ゲストハウスへご案内いたします。それでは失礼いたします。
魔女の話はするなといつも言ってるでしょうが、それはママとの約束だといつも言っているでしょう。ママ痛い、ママ痛い、痛い。ハロウィン、ハロウィン、うるさいのよあんたは。魔女のお祭り？ケルト人が何を、黒魔術が何を、バカじゃないの。あんた9歳よ、9歳。電車であんなに騒ぐから。わざわざ電車降りてまでその蛍光塗料みたいな気持ち悪いお化けマシュマロを買ってやったのよ。遅刻してまであんたに買ってやったのよ。あんた、どこまで私の顔を潰せば気が済むのよ。こんな気持ち悪いお菓子が何よ。気持ち悪い、気持ち悪い。あんたがそんなんだから、あんたがそんなんだから。気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い。そうしていなさい。そしてそこで、魔女でもハロウィンでも、いつまでもブツブツ一人で言ってればいいのよ。あら、ローザ、どこ行ってたの？ごめんなさい。バラが素敵だったもので、ついつい。ローザ、早く荷物を置いてこいよ。兄貴んとこへ挨拶に行こうぜ。ん？マリアちゃんはどうしたんや？まだ花壇におるんかいな。ええ、気に入ったバラがあるみたいで、世話をするって言って聞かなくて。しばらくは好きにさせることにしました。女の子には女の子の世界があったことを、私たちはたまに忘れるわ。時には尊重してあげないとね。そうね。お気遣いをありがとう、キリエ姉さん。ゴーダさん、私たちの部屋はどこ？ご案内いたします。こちらでございます。お荷物をお持ちいたしましょう。結構よ。自分で持てます。ありがとう。
マリア様、大丈夫ですか？平気だよ。最低のやつだ。あれで母親なんて。仕方ないよ。その程度の器にはその程度のが入り込む。マリアは全然平気だよ。そうだ、さっき僕がもらったのと交換してあげるよ。僕には誇りを払う程度しかできない。ごめん。ありがとう。人間には誇りしか払えないけど、魔女には元通りに直すことができるよ。ベアトリーチェなら簡単にね。マリア様はベアトリーチェ様のことをご存知なのですか？マリアはね、ベアトリーチェとお友達なの。今日だって会って一緒に遊ぶよ。
遊びますか？うん、遊ぶよ。一緒にね、魔法のお勉強をするの。お父様は研究で大変ご多忙と仰せです。残念ながら、こちらへはおいでになれないとのことです。やれやれ、こちとら秋の大忙しの中、日程をつけて、はるばる六軒島まで来てるんだぜ。親父も少しは愛想を良くしてもらいたいもんだぜ。本当よね。南條先生、本当に研究や機嫌の問題なの？ベッドから起き上がれないくらいに容体が悪いって言うんじゃないの？さて、どうでしょうかな。私の口からは何とも。お父様はますますにご健康でいらっしゃいます。寝たきりなどと失礼極まりない。でも余命3ヶ月なんでしょ？普通に考えれば、痩せ衰えてベッドからも起きられないはずよ。でしょ、南條先生？波の患者ならそうでしょうがな。金蔵さんは波外れた気力をお持ちです。あの気迫にお迎えも恐れて近寄れないのかもしれませんが。それほどまでにお元気なら、少なくとも安心ね。そこまで元気なら、せめて挨拶くらいはさせてほしいもんなんだがな。親族会議ってのは、親父の顔を見に来たって意味なんだぜ。これじゃ、何のために来たのかわからねえぜ。そう言うな。いればいたで、心が休まらないといつもぼやくのだろうが。兄弟一同水入らずで、今年も全員欠けることなく集まれたことを、喜ぼうじゃないかね。昨年の親族会議でも会えなかったのよ。血を分けた子供たちが2年ぶりに挨拶したいというのがどうして理解してもらえないのかしら。挨拶の言葉があるのでしたら、私どもがお伝えします。それともエヴァさん、何かお父様にお会いして挨拶以上のお話でもあられるのですか？ん？いやね、何の話よ。もう予算か、エヴァ。夏井さん、カニな、エヴァも娘としてお父さんの病状が不安なだけなんや。ちょいと気持ちを汲み取ってな。その通りだな。エヴァは親父殿が余命を宣告されてから急に親孝行をするようになったじゃないか。なるほど、その姿をぜひ見てもらいたいという気持ちもわからなくない。何が言いたいのよ。よせよ、姉貴。晩飯までには機嫌を直してくれるよう祈ろうじゃねえか。それに俺たちは到着したばかり。まずは軽く挨拶に訪れただけだぜ。親族会議は親父抜きだってできる。いや、兄弟で意見を統一してからじゃなきゃ話せねえことだっていろいろあるはずだぜ。な、秀吉兄さん。そうや、ルドルフ君の言う通りや。わしらが全員顔を揃えるのは年に一度しかない。貴重な時間を大事にし、忌憚ない話し合いをせんといかん。でも、その前に本家の素晴らしい調度品に囲まれた客間で、のんびりと紅茶を楽しむゆとりがあってもいいんじゃないかしら。します。お茶をお持ちいたしました。よー、シャノンちゃん、ますますべっぴんさんになったな。
ら、ローザさん、兄弟で水いらずなのでは？ご冗談を。ごめんなさい。気を悪くしないで。うちの夫に呆れてるだけだから。だいぶ風が出てきているようですね。枝葉があんなに揺れて。もう台風が近くまで来ているのでしょうね。今夜あたりからはだいぶ降るのかしら。マリアちゃん、この一年で随分立派になりましたね。そう見えます？未だに自分のお洋服を畳むことすらできないんですよ。ええ、こんなにも愛情たっぷりなお母さんと一緒なんですもの。心の豊かな子に成長しますよ。私なんて母親失格ですよ、子に。生まれる親は選べない。あの子がかわいそうで。お互い様じゃないですか。親だって生まれる子は選べない。どちらが悪いとかじゃなくて、一緒に生きていくんだという気持ちでゆっくり成長を見守ってあげればいいじゃないですか。ローザさんは毎日をマリアちゃんと過ごしてるから、小さな変化に気づかないかもしれないけれど、一年ぶりに再会した私たちにはその大きな成長ぶりがよくわかりますよ。もし本気で言ってくれてるなら、ありがとうございます。それでは失礼いたします。ご用がありましたら、いつでもお呼びつけください。お父様がいらっしゃられないなら、それはそれでできる話もあるというものよ。ねえ、ルドルフ。ああ、そうだな。俺たちははるばるここまで、誇りの匂いがする紅茶を飲みに来たわけじゃねえぜ。よかろう。一秒を争ってお前たちがしたいという話を聞こうじゃないか。やれやれ、たくましい人たちね。早速始めたわ。私も加わらないといけないわ、あの人たち。私が主張しないと、四人兄弟であることをすぐ忘れるから。あなたも大変ね。ちょっと言葉を選ばなかったかしら。ごめんなさい。ううん。気にしてません。こちらこそ、ごめんなさい。私たち、互いに娘を持つ母親同士なんだから、もっと交流しなきゃいけないのに、いつも会えば変な話ばかりで。この屋敷の空気のせいよ。ここの空気を嗅ぐと、いつも私たちはギスギスし合ってるもの。ローザさんとは親族会議じゃない席で、一度ゆっくりお茶でも飲みたいわ。銀座に行きつけの素敵な喫茶店があるの。ぜひ今度招待させて。ありがとう、キリエさん。その時はぜひ。いやーね、急に空が暗くなってきたわ。まるでこの部屋の人たちが天気を悪くしてるみたい。もうゴロゴロ鳴ってるわ。あら、ぽつりと来たかしら。え？Thank you.
なんだ、どうしたんだね。ごめんなさい。ちょっと表に行ってきます。すぐ戻ります。なんだなんだ、どうしたってんだあいつ。いいじゃない、すぐ戻るわよ。それより始めたら、私たちの本題。そうね、ローザ抜きでも進められる話よ。話を戻しましょう。に詰められたけど、我慢してママが帰ってくるの泣かずに待ってた。マリア、ママを許して、ママを許して。ママは悪くないの、また悪い魔女に取り憑かれただけなの。だから平気、ママ大好き、愛してる。もうすぐお昼よ。ママと一緒にお屋敷に行きましょう。おう、行かない。どうして？
アトリーチェがね、もうすぐ来るの。だから待ってるの。マリア。ベアトリーチェが来るの？はい。そう、なら、ここじゃなくて、お屋敷の中で待ちましょう。いつまでもこんな風の中にいたら、風邪をひいてしまうわ。来る！ベアトリーチェは来る！そしたらね、ベアトリーチェにね、お菓子あげるの。トリックオアトリートするの。ジャックオーランタンのマシュマロお菓子あげて、ハッピーハロウィンって言うの！久しぶりよ。元気であったか？うん、マリアは元気。魔女は風邪をひかない。うん。魔女は呪いにて風邪をひかせはするが、自らがひいては何とも間抜けな話よ。せいぜい自らが風邪をひくことなどないよ。これからも精進するがいい。ハロウィン。ほう、これをわらわにとな。天国にも地獄にも行けず、煉獄の闇にてさまよう男の唯一の明かりも、こうして歌詞となれば実に可愛らしいことよ。人の世とも、人ならざる者との世とも切り離された今のこの島で、これほどふさわしい歌詞はないかもしれぬな。ん？マリア。それはどうしたのか。おお、踏んづけて潰れちゃった。ベアトは元に戻せる？Thank you.
たやすいことよ、カスガよ。これはこれは見事に潰れているな。さあさあマリア、目を閉じて思い出してごらんなさい。本当はあんなにも素敵なお菓子だったから、思い出の中のお菓子はいつもふっくら。だからあなたも思い出してごらんなさい。本当はどんなお菓子だったの。もう目を開けてよいぞ。受け取るがよい。これでそなたの歌詞も元通りだ。ベアトリーチェはいつもすごいすごい。わらわの顔が何かに似ているというのか。そうまじまじと見られては穴も開こうぞ。ごめんなさい。マリア、この歌詞の代わりにそなたにはこれを与えよう。おお、手紙？ならぬ。それを開けるときはすぐに訪れるが、それまで決して開けてはならぬ。大事に持っているがよい。そなたを黄金郷へ誘う招待状となろう。黄金郷、やっと連れてってくれるんだね。大事にしまっておくのだぞ。誰にも見せてはならぬ。うん、守る。魔女との約束は絶対に守る。そしてこれはそなたへだ。え？あ、私。Thank you.
四兄弟の誰でもよかった。だが、ここでそなたと出会ったということは、金蔵のルーレットがそなたを選んだということなのだろう。ならば受け取るがよい。そしてその中身を、全兄弟の揃う晩餐の席上で読み上げよう。マリア、天気が崩れるぞ。ゲストハウスへ戻り、昼を待つがよい。それではローザ、後ほど会おう。その席で改めて名乗らせてもらおうぞ。お待ちいたしておりました、ベアトリーチェ様。久しぶりだな、ゲンジ。老いたではないか。どれほどに老いようとも、家具は家具らしく、最後までお務めを果たすのみでございます。あれの妻がお前に嫉妬したことも懐かしい。金蔵は元気か。大変お元気にございます。挨拶に行こうではないか。30年ぶりに互いに呪いの言葉を吐き合うもよかろう。
はじめまして、ルドルフの御妻だったか。さようでございます。ルドルフ様の今の奥方様であられます、キリエ様でございます。キリエと申します。初対面でしょうか。もし以前に挨拶をしていたなら名前を忘れてしまって申し訳ございません。うすうすは想像がついているくせに、わらわにあえて名乗らそうというのか。キリエさん、このようなところに立ち尽くしていかがなさいましたか。ごめんなさい、ちょっと魔女の肖像画に見とれていただけです。黄金の魔女ベアトリーチェですか。今日の後宮家の復興は彼女が授けた黄金がなければ成し遂げられなかったとか。お父様らしい幻想的なお話ですね。ごめんなさい、少し頭痛がする気がしてちょっと休もうと思います。あら、そうですか。なら良い頭痛薬がありますよ。用意させましょう。この中からどれほど出ぬのか。すでに数年になるかと思います。それほどまでにわらわをカゴの鳥としたいか。哀れな、それを願うそなたが今やカゴの鳥、書斎の亡霊ではないか。それに気づけぬとは哀れな男よ。あなた様と再びお会いする日まではおそらく文字通り亡霊となっても研究を続けられるでしょう。愛か狂気か妄衆か、それも講じれば魔力となるか。悲しき魔術師よ。
ベアトリーチェ様。なんだこれは。魔除けか。あやつめ。こんなものに頼らなければ、おのがみも保てぬというのか。その扉は、ベアトリーチェ様にはおつらいものと伺っております。私が、お開けいたしましょうか。いや、よい。あやつが勝てば、わらわは永遠のカゴの鳥。あやつが負ければ、愛に狂い、すべてを失った哀れな魔術師の生涯が、笑い草となって残るだけ。もはや金蔵もわらわさえも、ゲーム盤に並べられた駒に過ぎぬ。あとは、ルーレットの目が勝敗を分けるだけよ。ルーレットが目を見せるまで、わらわと金蔵が再会する必要はない。あるいは、そのための魔除けなのか。なるほど。それもまた潔し。すべては今や、金蔵のゲーム盤の上よ。気に入ったぞ、金蔵。そなたとのゲーム、楽しませてもらうぞ。わらわに恋焦がれ、すべての生涯を投げ出したローマ術師の最後のギャンブル。その散りざまを楽しませてもらうぞ。